エルパソ軍はアメリカ合衆国コロラド州に位置する軍である。2000年現在人口は58万4200人。軍庁所在地はコロラドスプリングスである。エルパソ軍は1861年11月1日にコロラド準州議会によって設立された最初の17軍の一つである。西部地域の一部は1899年に設立された。 テラー軍に分割された。もともと軍庁所在地はコロラドシティに置かれていたが、1873年にコロラドスプリングスへ移された。アメリカ合衆国統計局によると、エルパソ軍は総面積5516平方キロメートルである。このうち5507平方キロメートルが陸地で、8平方キロメートルが水域であり、 総面積の0.15%が水域となっている。2000年現在の国勢調査によると、エルパソ軍には516,929人、192,409世帯、133,916家族が暮らしている。人口密度は94人平方キロメートルである。37人。 平方キロメートルの平均的な密度に20万2428件の住宅が建っている。エルパソ軍の人種的な構成は、白人81.19%、アフリカン・アメリカン6.51%、先住民0.91%、アジア系2.53%、太平洋諸島系0.24%、その他の人種4.70%、 根結3.91%である。この人口の11.3%はヒスパニック、またはラテン系である。エルパソ郡内の住民は27.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.5%、25歳以上44歳以下が32.5%、45歳以上64歳以下が20.7%、 65歳以上が8.7%にわたっている。中央値年齢は33歳である。女性100人ごとに対して男性は100.9人であり、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は98.8人である。エルパソ群の世帯ごとの平均的な収入は46,844ドルであり。 家族ごとの平均的な収入は53,995ドルである。男性の35,940ドルに対して、女性は26,252ドルの平均的な収入がある。一人当たりの収入は22,005ドルである。人口の8.0%、家族の5.7%は貧困線以下であり。 全人口のうち18歳未満の10.0%と65歳以上の6.9%が貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。